有限とフィルハーモニカーは日本のアマチュアオーケストラ。財団法人日本青年間の音楽教授に参加したメンバーが中心となり創設された。定期演奏会を中心に福祉施設や普段性のオーケストラに触れる機会のない農村への訪問演奏、その他行楽施設の各種イベントやテレビ番組での依頼演奏など幅広い活動を行う。音楽的。 人間的に成熟した団体づくりに励みながら、アマチュアオーケストラだからできることを追求し、演奏者だけでなく、聴衆も楽しめる音楽活動を通して社会に、オーケストラがどのように貢献していけるかを模索していく。日本青年館の音楽イベントから立ち上がったため、名前がないに時代に、青年館オケと呼んでいたことに由来して、ドイツ語訳された有ンとと命名された。 ジュニアオーケストラを指しているわけではなく、年齢制限なども特に設けていない。有限ととは、心の若さであり、いつまでも高い意識と情熱を絶やさずに音楽に取り組んでいこうという精神そのものを指す。また、様々なマエストロの音楽を吸収し、それらを自分たちの頭で噛み砕けるような柔軟な姿勢を持ったオーケストラを目指していくといった理念の、 過剰認識者は置かず、演奏会ごとに異なる識者を客演として、招聘している。2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年年に1回、3月に定期演奏会を開催する。曲目は、モーツァルトやベートーベン等の古典派のものから、ラベル、ウォルトン、トーキン現代の作曲家の作品にも、 積極的に取り組んでいる。2013年に行われた第7回定期演奏会では、団員により、還元楽版に編曲された、ドビュッシーの甘色の髪の乙女を演奏した。これまでに、河内義朝、田中和義、時藤康文、三河聖典の隠しが指揮をとっている。第5回定期演奏会東日本大震災から8日後の2011年3月19日に、 行われた第5回定期演奏会は、東京電力が当日は計画停電を実施しないと発表したほか、会場であったメグロパーシモンホールの点検による安全確認が取れたこと、会場からも理解を得られたこと、当日の交通網の確保の見通しがついたこと、以上のことから総合的に判断し実施することとなった。当日は577名の聴衆が来場し、 チャリティーコンサートとして開催され、ホールホワイエにて、募金活動を実施するたすべてのチケット売り上げと、合わせて、日本赤十字社を通じて、被災地へ寄付された。開演に先立って行われた、追悼演奏では、作曲家の島津武人氏が編曲を手掛けた、モーツァルトのアベベルムコルプスを演奏した。また、リヒャルト・シトラウスの応募影響奏曲では、 元楽団員の高澄恵子がソリストを務めた。普段性のオーケストラに触れられないような山奥の農村へ赴き演奏会を開催する。団員は農家にホームステイし、昼は農作業の手伝い等をして地元住民と交流を図るほか、現地の学校を訪問し中学生との交流や福祉施設への訪問演奏を行う。夜はリハーサルを行い、 最終日に受け入れ先をはじめ現地の方々を招いての演奏会里の秋コンサートを開く。東日本大震災被災地への社会貢献を模索する一環として2017年より開始。ソリストやエキストラには福島出身者や現地学生を招聘している。年に一回、楽団員と関係者向けに開かれる。アンサンブル力を高め、お互いの音を聞き、 お互いを知るというコンセプトで、団の結束力とアンサンブル能力の向上を主眼に置いて行われている。弦楽合奏や吹奏楽をはじめ、四重奏から独奏まで幅広い編成の作品を有志を募り、演奏するほか、楽団員自作の作品を演奏するなど、多種多様な音楽性を持ち寄る場となっている。ここで結成された弦楽四重奏団は定期演奏会にて、 ロビーコンサートを行うほか、独立して演奏会を開くなど団内外での活躍が見られる。訪問演奏東京都内の福祉施設を訪問し、演歌や民謡などを含むプログラムを小編成の演奏で行う。また、横浜動物園ズーラシアや金沢動物園で行われるドリームナイトアットザズーにも定期的に出演。2011年8月には福島県、 双葉町の方々が避難していた埼玉県加須市にて、オーンチ、クラシックオーケストラと共演し、演奏会を行った。テレビ出演2008年8月に日本テレビの24時間テレビ31、愛は地球を救う近い一番大切な約束の中のコーナー、実験の嵐に出演。ヘリウムガスの中でオーケストラが演奏するとどうなるか、という実験企画で、 隣のトトロを演奏した。ありがとうございます。